第23回目でございます。今回は前回の、クルー発見の後半部分を皆様にご覧いただきたいと思います。それでは時はずクルー発見後半でございます。どうぞご覧ください。Thank you.
いかがでしたでしょうか。今回のようにこの時松や、清本なんかの江戸系の浄瑠璃のものも、うちの流儀にはたくさん、残っております。なかなか舞台で私が舞うことが今、ないんですけれども、この YouTube チャンネルを通して皆様にご覧いただこうかなと思っておりますので、また、お楽しみにしてくださいませ。それではご視聴ありがとうございました。